祭礼の舞第3幕輝く食行。名門貴族がその高貴さを誇示するためだった儀式も今ではただの余興。剣票を渡す。罪人の末裔が自ら復讐の枷を解き放つの。砕け散れ。いつまで覗き見しているつもり？私はただエウルアが心配で。それじゃ罪人と一曲踊ってくれる？